お市の方の復讐に燃える軌道丸。清明と滝夜叉は御坊西軍と魔界水軍の総力を挙げて冥界軍討伐の策を練る。一方、魔界少女圏に接近する真田正幸、里見八犬士を狙う黒魔術軍、それぞれの思惑が交錯する。そしてクライマックスは御坊西軍魔界水軍と冥界軍の総力戦。お市の方を追い詰める軌道丸を魔界少女圏豊臣秀頼の非常の剣が、そしてついに目覚めた日本最強の怨霊平将門。将門の前に御坊西軍魔界水軍は敗れ去るが、最後に現れた真田昌幸と葵によって決定的な敗北は免れる。全てが終わった後、真田昌幸、豊臣秀頼はお市の方に同盟を持ちかけるのであった。